今回皆さんにご紹介するのは1943年7月に行われたキスカ島撤退作戦です。太平洋戦争中の日本軍は撤退や退却を行わず、取り残された部隊はジャングルの中で餓死していったり、玉砕という名の全滅まで戦い続けたというイメージがありますが、実際には日本軍でいくつかの撤退作戦が実施されています。1942年6月、日本はミッドウェー作戦の陽動としてエール作戦を発動。アリューシャン諸島のアッツ島、キスカ島を占領します。この2つはそれぞれ小さな島でしたが、アメリカ本土領域が初めて日本によって占領されたという事実はアメリカ国民に衝撃を与えました。日本は約1年にわたってミトを保持しますが、1943年5月、ついにアメリカ軍が反撃に乗り出し、アッツ島に上陸します。アッツ島守備隊は奮戦し、18日間にわたってアメリカ軍との間に死闘を展開しました。日本軍の守備隊を救出しようといろいろな作戦が考えられましたが、アッツ島周辺の制空権はアメリカ軍が握っており、不可能と判断されました。そして、5月29日、ついにアッツ島の守備隊は全滅しました。この時、初めて大本営からの公式発表で玉砕という言葉が使われています。これにより、アッツ島よりもアメリカ本土側に近いキスカ島は完全に孤立してしまいます。アメリカ軍が次に狙うのはキスカ島の奪還であることは誰の目にも明らかでした。そして、アメリカ本土に近いキスカ島にはアッツ島を超える5000名以上の日本軍守備隊が置かれており、未だ島内に取り残されていたのです。日本軍は5月21日アリューシャン方面の放棄を決定。キスカ島の部隊を撤退させることを決めますが、すでにアリューシャン諸島の制海権は完全にアメリカ海軍の手中にあり、撤退作戦には非常な困難が伴うことが予想されました。補給や守備隊を撤退させるためにキスカ島へと向かった駆逐艦や潜水艦には米軍の攻撃により撃沈されたりといった被害が出ていました。守備隊に残された時間はわずか。そこで考えられたのが、速力の高い駆逐艦を利用して一度に部隊を全て撤収するというものでした。日本海軍にはガダルカナルでもこの方法を用いて少ない損害で撤退作戦を成功させた実績がありました。北太平洋では南から湿った空気と寒流のぶつかりによって真っ白な霧が発生することがあり、キスカ島周辺にはよくこうした濃い霧が立ち込めるので、これを利用して霧に紛れて島に駆逐艦を接舷し守備隊を収容する計画が立てられました。困難な作戦の実行部隊に選ばれたのは、6月8日に辞令が出されたばかりの木村正富少将率いる第1水雷戦隊でした。駆逐艦の乗員だから人望のあったという木村提督が1水戦の指揮官に選ばれたのは、キスカ島の撤退作戦を成功に導くという狙いもあったのではないでしょうか。木村提督は1水戦だけでは戦力的に不十分と考えて増援を要請。他の部隊から駆逐艦、島風、響きといった艦艇が加わって水上艦部隊が編成されました。1943年6月28日キスカ島撤退ケゴウ作戦が発動され、7月7日機関アブクマをはじめとする軽巡、タム、基礎、駆逐艦、響き、朝雲、薄雲、夕雲、風雲、秋雲、若葉、厚霜、長波、島風、さみだれ、解剖艦、国後、補給船、日本丸の16隻からなるキスカ島救出部隊は千島列島の幌むしろを出発。これらの中には作戦に先立って電炭を搭載したり、響きのようにアメリカ駆逐艦に間違われるよう偽の煙突をつけて3本煙突にしていたりというように特別な準備を行っている艦もありました。しかし作戦に参加した中には全滅を覚悟している艦長もいました。
艦隊は一直線に南下し、東へ進路を取ると、キスカ島を目指しました。しかし、7月11日、キスカ島を目前にして霧が晴れてしまいます。霧がなければアメリカ軍に見つかってしまい、撤退作戦もうまくいきません。この作戦を成功させるには、どうしても霧の存在が必要不可欠。これには木村提督も大いに悩んだことでしょう。艦隊は何度も島に接近しては離れるということを繰り返します。本日を置いて欠航の日はなし。本日突入しとうと認む。各艦からは次々と突入の催促がやってきます。キスカ島には時間がないことは分かっていましたが、ここで木村提督は苦渋の決断を下します。7月15日、一水船は撤退作戦を断念。団長の思いでボロムシロへと引き返しました。キスカの勇士がかわいそうだ。キスカの勇士はいかになるであろうか。この決定に、一水船の兵たちは皆落胆していました。帰ってきた木村提督は、海軍上層部はもとより、陸軍からも臆病者と非難されました。しかし、彼は、これに反論せずじっと耐えていました。艦艇の上から釣りをしたり、部下と将棋を指したりして日々を過ごし、表面的には気にも留めていない風でした。しかしこの時、木村提督は心の中にキスカの兵たちを必ず連れて帰るという強い決意を秘めていました。7月22日、待ちに待った機会が巡ってきます。ボロムシロ気象台からキスカ島方面で確実に濃霧が発生するという予報を受け、一水船は再び出撃。一方、アメリカ艦隊も日本軍がキスカ島への増援に来ることを予期して周辺を警戒していました。26日、アメリカ艦隊が日本艦隊と砲撃戦を行っているという電信を駆逐艦いびきが受信。これは米軍の偵察機がレーダーで日本軍と思われる艦隊を捕捉していたためですが、実際にはそこに日本艦隊は存在せず、アメリカ軍は存在しないと敵との戦闘を行っていました。これは霧の塊をレーダーが誤認したか蜃気楼だったとも言われ、米艦艇の中には初めからレーダーが反応していない艦もありました。しかしこれは日本軍にとって思わぬ幸運を生みました。米艦隊はその後補給を行うため一旦キスカ島から離れていったのです。敵が近くにいることが分かりましたが、木村提督は作戦続行を指示します。本日の天佑我にありと信ず。実際にその通りのことが起こっていました。この時ちょうどキスカ島周辺には深い霧が垂れ込めていました。艦橋から艦首すら見えないほどの一面真っ白な世界。この時霧のために初霜が若葉に接触し、損傷した若葉がボロムシロに引き返すという事件も起きています。日本軍でも敵艦と思って魚雷を撃ったら艦影が消えてしまったということや、島影を敵艦と見間違え魚雷発射を行うなど、霧や蜃気楼に幻惑される出来事が起こります。キスカ島は連日敵機による哨戒や空襲が何度も行われていました。そのため木村艦隊は敵の目を欺くのに、あえて岩礁の多い北側から鳴上湾と言われていたキスカ湾へと突入しました。29日午後1時40分、木村艦隊は無事キスカ島に到着。キスカ島の将兵たちはあらかじめ撤退の用意をしていたため、収容はたった55分で完了しました。船に乗せられるのは人間だけだったため、兵士たちは菊の御紋のついた武器を捨てていくのに抵抗があるようでしたが、陸海軍5183名を無事連れ帰ることに成功しました。艦艇に乗り込んだ将兵たちは艦の中で出された食事を見ると涙を流して手を合わせたといいます。ここでまたしても幸運が起こります。艦隊が収容作業をしている時は太陽が照っていたのに、出港と同時にキスカ島周辺には
再び濃い霧が発生しました。艦隊は霧の隠れ蓑に助けられたまま敵の索敵範囲の外まで全速力で逃げ切ることができたのです。このような幸運に助けられたことから生き延びた将兵たちは皆この作戦が成功したのはアッツ島で玉砕した英霊たちの加護があったからだと言いました。それから約2週間後、1943年8月15日、アメリカ軍とカナダ軍の上陸部隊によるキスカ島への上陸作戦、コテージ作戦を開始されました。兵力3万以上、戦艦3隻、巡洋艦2隻をはじめとして、参加艦艇100隻以上という大作戦は、後に史上最も実戦的な上陸演習と言われることになります。アメリカ軍は撤退に全く気づいておらず、上陸を支援するため誰もいない島に向けて事前に入念な艦砲射撃が行われました。この作戦では情報伝達のミスから同士討ちが起こるなど、敵が一人もいないにもかかわらず戦死者も出ています。そしていざ上陸してみると、島内はもぬけの殻で、いたのは軍用犬がたった3匹だけ。建物にはアメリカ軍をからかう落書きが残されていたといいます。また病院にあったペスト患者隔離施設という偽の看板を見たアメリカ軍がパニックになるという事件も起きています。一方の一水船は7月31日ボロム城へと帰還。木村提督は敵が完全に制空権を握っている状況で、世界的に見ても異例の困難な撤退作戦を見事に成功に導いたのです。様々な幸運に恵まれたこの撤退作戦はキスカの奇跡と呼ばれます。しかしキスカ島撤退作戦が成功したのはただ幸運や奇跡のためだけではありません。そこには無理と見れば引き返し、チャンスと見れば迷わず突入する木村提督の的確な状況判断があったからこそと言えるでしょう。奇跡とはただ幸運を待つだけで訪れるものではないのです。いかがだったでしょうか。よろしければ動画へ評価やコメントをいただければありがたいです。では次回の動画でお会いしましょう。